皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画は4月10日に発売のキャンメイクのパーフェクトマルチアイズとラスティングリキッドライナーとフルーティーピュアオイルリップの新色のご紹介をさせていただきます。今回はこちら3つをご紹介させていただくんですが、こちらね3種類とも全て既存の色はあります。だけど今回初めて私こちらの3つのアイテムを手に取ったので、まあこちらも詳しくレビューをさせていただきます。で実際に触ってみてメイクもしてみたので、よかったら最後までご視聴お願いします。それでは早速始めていきます。スタート。まず最初の新色はパーフェクトマルチアイズの5番です。アイメイクはこれ一つで完了する、アイブロウとアイライナーとアイシャドウパレットが一緒になっているアイテムです。マットでラメなしタイプです。サラサラなんだけどしっとりしていて肌にしっかりと密着します。徐々に色が変わる同系色のパレットでまとまっているので、誰でも簡単にグラデーションが作れます。今回新色のアーモンドモカは上品な赤みのある万能モカブラウンです。落ち着いたレディーな目元が作れます。撥水効果のあるオイルを配合しているので、とっても密着が高くて擦れに強い印象でした。裏側に記載されているやり方で塗っていきます。 A のベースをアイホール全体に広げます。ノーズシャドウみたいな感じで少しだけこう陰影が作れます。続いてメインカラーをアイホールよりもやや狭く伸ばします。より深みが出てきましたね。続いて C のアクセントカラーを目尻側に伸ばします。今のところすごいナチュラルな仕上がりなので、学校メイクとかにも良さそう。E をチップの先端使ってアイライナーとして引いていきます。マットなんだけどサラサラしているのでムラになりにくくって塗りやすかったです。目の下は記載がなかったので好きな感じに塗っていきました。はい、こんな感じです。全体的に質感がマットだからちょっと大人っぽい目元です。だけど赤みがあるので甘めな仕上がりです。ちょっとアイライナーの方を控えめにすればナチュラル派の方や学校メイクにもおすすめです。とにかくすごく馴染んでくれたのでグラデーションも簡単にできました。こちらはアイシャドウだけではなく、なんとアイブロウとしても使えるそうなので、ちょっとこちらを重ねていきます。 D だけだとのっぺりと仕上がってしまうので C と D と E、 こちらの3色を使っていきます。眉頭はこちらとこちらを混ぜて、赤みのあるモカブラウンだから優しい眉に仕上がりそうです。簡単にふわ眉ができますね。眉中はこちら使います。どれも高発色だからしっかりと眉にのります。眉尻はこちら使います。この辺りをね混ぜればノーズシャドウとしても使えます。陰影を出していきます。ほんとマルチですよね。今日のメイクだとこういうモーブ系のピンクして、眉はまあ普通のブラウン、これだと眉毛と目は別のパーツになるんですが、アイシャドウと眉を同系色にまとめることで同じ一つのパーツになるんですね。落ち着いたメイクの時とかナチュラルメイクにしたい時とか学校メイクにすっごくいいです。こちらを一つ持っていればアイブロウもアイライナーもアイシャドウも仕上げることができるから、その3つのアイテムを一つでまとめれるからポーチかさばらなくって旅行とかにもすっごくいいですよね。で私結構ねしっかりめに発色させた方が好きなので、縦グラでがっつり使っていこうと思います。しっかりとのせれば濃いアイメイクが好きな方も満足いただけるパレットです。続いてのレビューはラスティングリキッドアイライナーの3番セピアブラウンです。今回の新色はですねこんな感じで少し黄色みの入ったブラウンです。色素薄い系のメイクをした日とか、瞳の色と合わせてアイラインを重ねてあげるとこう瞳がね強調されてデカめ効果があるんですね。だからヘーゼル系のカラコンをつけた時とかにもすっごく合いそうです。なんと細さが 0.1 ミリです。
立てれば細い線が描けますし、寝かせれば太い線が描けます。で 0.1 ミリとかになると結構細くてブレたりするんですが、しっかりねコシがあるのでブレにくいです。こちらはウォータープルーフで皮脂こすれに強いんですが、お湯で簡単に落ちるタイプです。描いてすぐに乾くので、まばたきをしてもまぶたにつくっていう心配もなかったです。程よいコシと細さがあるので、目尻の羽の微調整はもちろん、目頭切開ラインも綺麗に引くことができました。優しい印象の黄色みブラウンだから、下のラインを引いてもきつく見えにくいです。続いてフルーティーピュアオイルリップ4番のストロベリーソーダです。4色パールが入っています。確認できるだけでもピンクとオレンジと暖色系のパールが入っていて明るく見せます。すっごく可愛いです。こんな感じで結構贅沢にパールが配合されてます。透明なグロスの中にパールが入っているっていう感じですね。ニュアンスチェンジに使えそうです。単品で使用してみると、赤ちゃんみたいなぷっくりとした唇に仕上がります。オイルリップなんですが、グロスのようなテクスチャーで唇の縦じわも目立ちにくくなっています。次は手持ちのリップの上に重ねてみます。カジュアルなリップも上に重ねることでニュアンスがチェンジされて華やかになります。美容オイル成分が 98% 配合されていて、ほとんど美容オイルなんですよね。保湿効果が高いので、口紅の前の下地としても使えるし、口紅の上から重ねて唇を華やかに見せたり、こんな感じにぷっくりと見せることもできます。はい。でラメではなくてパールだから、ほんと自然なツヤが出ていい感じです。固めの美容オイルだから、ずっとねこの唇にとどまってくれていて、はい、唇を守ってくれているっていうのがすっごく伝わります。はい、以上キャンメイクの新色、こちら3つのアイテムをご紹介させていただきました。今回は新色だったんですが、そもそもアイテム自体初めて私使ったんですけど、とってもね良かったので、他の既存色もチェックしてみたいなって思いました。何か少しでも参考になれば嬉しく思います。高評価ボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。